日本語能力試験、懲戒 N5 これから N5 の懲戒試験を始めます。例クラスで先生が話しています。学生は今日うちでどこを勉強しますか では、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですかいえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。学生は今日、うちでどこを勉強しますか 一番いいものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では,は、始めます。 一番。靴下の店で、女の人と店の人が話しています。女の人は、どの靴下を買いますか子供の靴下、ありますかはい。長いのですか短いのですか長いのです。はい。果物の絵と、 動物の絵があります。どちらがいいですかそうですね。動物のをください。女の人はどの靴下を買いますか ?2 番。病院で 医者と女の人が話しています。女の人は一日に何回薬を飲みますかこの薬は朝と夜ご飯を食べた後で飲んでください。昼ご飯の後は昼は飲まないでください。はい。4日間飲んでくださいね。わかりました。 女の人は一日に何回薬を飲みますか ?3 番デパートで女の人と店の人が話しています。店の人はどのカバンを取りますかすみません。その上の黒いカバンを とってくださいどちらですかこの小さいのですかいいえ大きいのですはい店の人はどのカバンを取りますか4番教室で 先生が話しています。学生は机の上に何を置きますか今からテストをします。このテストでは辞書を使う問題がありますから、机の上に辞書を出してください。鉛筆と消しゴムも出してください。時計はカバンの中に入れてください。 先生、ノートはどうしますかノートもカバンの中に入れてください。学生は机の上に何を置きますか ?5 番バスの中で旅行会社の人が 学生に話しています。学生ははじめに何をしますか皆さん、ホテルに着きました。今から1階のレストランで晩ご飯を食べます。晩ご飯は7時からです。今、6時50分ですから、すぐに行ってください。 皆さんの荷物はホテルの人が部屋に持って行きます。晩ごはんの後はテレビを見たり買い物をしたりしてください。学生は初めに何をしますか ?6 番 男の人と女の人が話しています。男の人は何を持っていきますか来週の日曜日、海へ行きますね。何を持っていきましょうか私はおにぎりを持っていきます。じゃあ、僕は飲み物とお菓子をお願いします。はい。 飲み物とお菓子ですね。あ飲み物は重いですね海に着いてから買いましょうそうですね男の人は何を持って行きますか7番バス停で 女の人とバス会社の人が話しています。女の人は何番のバスに乗りますかすみません。一番のバスは緑駅に行きますかいいえ、緑駅に行くバスは三番と五番と七番ですよ。そうですか。あ でも、今日は日曜日ですから、5番のバスはありません。そうですか。それから、3番は朝と夕方のバスですから、今の時間は7番ですね。わかりました。ありがとうございます。女の人は、 何番のバスに乗りますか